今回はですね、主にパリを中心に、そしてモン・サン・ミシェルだったりとかで、ちょこっとスペインのパートもあるんですけども、パリのロケがすごく多くてですね、市内だったり郊外だったりふとした街並みも入っているので、景色含めて楽しんでいただける写真集にはなっていると思います。この写真集の中でですね、僕がお気に入りの写真があるんですけども、これです。鳩が載ってるんですけど、日本であまりないじゃないですか、鳩が肩に乗っかることなんて。サンセリでありのままっていうことで、あまり見せたことがないような素顔もいっぱい入ってるんじゃないかなと思っております。いや、それは嬉しいですよ、チョコをいただくのは。個人的にもすごく好きなんで、とても嬉しいものだと思います。嬉しいです。僕甘いもの好きなんで、チョコレートはいくらでもいただきたいと思います。何でもすいません、全然参考にならないですね。何でもチョコだったら僕は嬉しいです。いや、本当はやっぱり相手がね、欲しいスイーツとかをなんとかこっそり聞き出してあげたいですね。男性はやっぱりもらうと嬉しいもんです。とにかくあまり社員になったり結果を恐れたりせずにですね、どんどんチョコをバンバン渡してください。ダメだったら他の人に。なるべくジムに結構行く時間がなかったりするので、家とかで、例えば簡単なことで言うと、ご飯作る時とかもちょっとこうやって動きながら作ってみたりとか、シャワー浴びる時とかも椅子に座らずにストレッチしながら体をこうやって洗ったりとか、やりながら運動みたいなのが多い。切ってるじゃないですか、なんかこういうふうにここにお尻にちょっと力を入れてグッてやりながら、お腹にも力を入れてパパパパパパって切ったりとか。形状を記憶するっていうので、体はなるべくお腹も力入れて、なるべく常に締めてるようにします。ご飯作るの30分ぐらいなので、30分ぐらいと、あとはシャワー浴びる時間の30分ぐらいと、あと寝る前のちょっとストレッチみたいなのを入れても1時間ちょっとぐらいです。女子会の店選びですけども、やっぱりね、楽しさの雰囲気が、伝えやすいお店、つまりね、SNS 映えする料理がたくさん出てくるお店とかがね、すごく女子会に向いてるんじゃないかなと思いますけどね。そうですね、今回でやっぱ綺麗なね、写真をみんな撮りたいじゃないですか。なおかつやっぱちょっとヘルシーなお店がやっぱ女子会いいと思うんで、こんなんどうしようね。恵比寿のWe Are The Farmというお店ですね。ご覧のようにね、もうすごくこういうケールだけを使ったシーザーサラダとか、これね、すごいですよ。この、いわゆるデザートもね、全部、これね、野菜のアイスなんですね。なんで本当にデザートなんだけど罪悪感がなくて、なおかつ彩りもいいので、写真も綺麗に見えるということで、これおすすめなんじゃないでしょうか。